わー、見た目も立派だけど、テイワットのモラが全部ここで作る罠だったのか。もらえなくて、できれば中で眠りたい。そうだ、大事な用があるんだ。にしても、あれ、見ろ、なんだ。うー、早く先祖の亡骸の。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に。誰だ。君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちは、ただどこから話そうかな、遠回りは俺のスタイルじゃなか。でも君たちの操船儀式のおかげで面倒モラのせい。まさか。ファリュイの第11位の執行、女皇が欲するものは必ず。誰かの許しはいらない。本気取引や駆け引きの時間は終わった。ここからは、もう戦いだ。戦い、ま、そうだね。淑女はモンドの大聖堂で神を襲い、君と戦うよりも氷雪で卑怯者に対して彼女は利益や。だが俺がモンドの滝みたいに。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は、君は俺に勝てない。よし、君もそ。せっかくのチャンスだ、実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれな。どこに行く。結局失敗したのか。少しは成長したようだ。夜の幻言。悪くないね。俺相手によくここまで持つ。これほどの実力、道理で淑女が君を警戒するわけだ。俺の本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見。出てくれ。俺の番だ。狂乱のごとく疾風怒涛。こたえ。これはどうだい。ミュージックスタート。痛い、お姉ちゃん。やるじゃないか。またか。なん。ああ、その剣筋確かに面白い。だが、ここまでだ。君、案外やるね。劣勢を利用して先祖の亡骸に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。なるほど、予想外だ。
まさか先客が君の方とはね。さっきの魔王武装はよくよく考えれば神の心の剣は君たち、そうだ、だから旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が、その様子じゃ心当たりはあるんだね。はあ、君との戦いはとても良かった。俺にとって強変わった価値観。さて今はそん神の心がというより、あ、それっておそらくね。さすが商業の都の守護神となると、予備プラン、弱者に影響を、所詮この世界は強さを、それにファティスは手段を選ばない。それで一体な、幸運閣の下、魔人、渦の魔人、お、そんな魔人が神の俺たちを、さんで、でも呼び覚ます手段があるに決まってるだろ。その通り。君、これほどの力を持つ近畿滅却の札に、俺にとってあの眼神だけでなく、
神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。不満は一旦なるほどな、戦艦軍の新兵たちはだからこそ怖い。今ここにいる七星話し合ったけど嘘だろ。方法はある。奇襲機の件でせっかく奇襲機を仙人の装置ここにいる仙人たち全員は急げ。邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせ。さあ来い、お前たちの本気を見せてくれ。その真理だ。我々は知っている。注意しておけよ。ミュージックスタート。ファデュリが攻撃を早めてます。やるわね。この件が終わったらそうやすやすと許したりしないわよ。火炎よ、燃やし尽くせ。
これで元気を出しておくれ。夜叉の名は敏将を意味する。我が戦力を持ち、我のように走れ。速すぎと筋骨を持つ子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応したら使ってみるといい。辛抱だ。ここが片付いたら仙人たちも安心して戦えるぞ。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。
気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍力閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは軍力閣を放棄する。どういう考えで。わかった。旅人、助力を願おう。さらば、我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。Wait.